頑張っていきます。ありがとうございます。ちょっと人がいると話すとちょっと恥ずかしい。今日はラジオの企画でギャルメイクをやるので、ちょっとやってみたいと思います。初めてだ。今ね、ちょっとレッスン終わりで本当に顔がやばいんですけど、多めに見てくださいね。今日二重の幅はね、こっちが、わかるかな？狭いんだよね。絆創膏を使ってます。いつも絆創膏をこうやって切って使ってます。こんな感じ、こんな感じです。どう？あと30分しかない。時間ないよ。つけまつげってどうやってつけるんだ。久々すぎる。ギャル？ギャル？ギャルだから濃いのか。もっと濃いめかな。今のギャルの子たちってなんかナチュラルなイメージあるんだよな。こんな感じ。ギャルは巻き髪かな。